臨月自動車店。着いた赤瀬で来駅そう、外周法人の目の前にある感じですけど、こんな感じでぐるっと回らないといけないんで、まあまあ大変ですからね。500円か赤町口、ああ言うてあ、まあでも食ったら遅かったでな。確かにまだそこまで離れてない。おお、すごい。貸しながらの。さあ。ということで、無事、笠寺までやってきましたし、帰りますか。うん、暗っ。あ、やべえ、電車来る。あ、新幹線のところの下にこの駅のあれがあるんだ。面白い構造ですね。なかなか新幹線の高架がここに迫ってるところも珍しいですよね。ここは高く作ってあるからか。よし、はあ、ああ、で、エレベーターか。エレベーター、え、疲れた。車線疲れた。日本大使はショートカットしていきたいな。というわけで、問題はドヘイト。なるほどな、全然便利や。やけどこれはあれか、ここ営業所の間でないと渡りやんのかな。渡れたかな、ちらっとチェックしとこうか。もうだって岐阜行き来たってしね、来ちゃってるしね。よし、こっちはこっちで貨物が止まってていいですね。渡って、え、あんな時間かけやんくても、え、こんな仕事取ってきたん。今までが言うとったユートピア宝ですもんね。うん、え、でこの道スーッと行ったったらさっきのところやね。めっちゃ早くれたやん。ああ、何や、そうか。今度からはこっち使いましょう。知らんかった。まあでも、かけていろんな見てみれましたからね。よしとしましょう。なんか無駄に歩けば歩いただけ取れ高にはなりますからね。よし。あ、いいな。この距離に止まってますよ。はい、と。岡山の人が行くやつですかね。考えてみると貨物はすごいですね。まあでも長距離の運用がいっぱいありますもんね。それで、それ大事だよ。
砕いてるの砕くっていうか、こっちの光に焦点当てますからね。さあ飲み物も買ってあるし、あ、すいません、いいですか。はい、ありがとうございました。どうぞ。はい、カセットが、閉まってる。今使ってない。タイヤバトンで、何ボトン、ちょっと何かやってんの、ウェルビーさん、へえ、冷たいトンカツは嫌だな、トンカツなるほど冷たくあってほしくないものはないんですけど、まあまあまあそういうあれですね、ツッコミどころ、やばいと、やっぱトンでやるんだ、そう、すごいな、あ。涼しくなってきた。もうマスクしてなきゃ全然大丈夫だな。はあ、あ、本店なんか見える。店舗の方は今も使ってない感じかな。13分。もう一度打っちゃね。あれか、忙しい時間帯は真ん中のホームを使ってさばいてるのかな。